で、この神奈川県警というのは、今いろいろ話し合ってはいるんですけども、どうもね、やっぱり今一つ信頼ができないというのが正直なところです。やはりその点で言いますと、やはり警視庁とやっぱ全然違うんですね。警視庁というのはもちろん我々の味方ではありません。しかしながら現場、例えばあの人たちの公安とかですね、警備課という方たちですんで、その現場で我々も妨害する側も、そしてそこを通る方々も安全を確保するという点では、警視庁というのはちょっと秀でてる、秀でてるというか当たり前なのかなとも思います。非常によくやってくれますよね。それで神奈川県警の場合は、一部の警察官は一生懸命やってくださってます。すごくね、必死でやってくれてるのわかるんですよ。でも、例えば、相模原市南警察署、ね、はっきり言っちゃいますと、私の地元ですけども、その警察官においては、我々に対して悪意を感じます。その警察官からの悪意を強く感じるんですね。ですので、今後の凱旋等において、もう何があるかわからないなっていうのが正直なところなんです。神奈川県下においては、本当に残念です。我々日本第一党はどちらかと言いますとね、その警察とか国家機関というものは、政治的に批判をするときはあっても、常にですね、大切にこう考えてきたですね。まあ、今回も防衛費なんかの問題でも我々は訴えておりますけれども、その防衛費というその考えの中にも、もちろん警察官とかも、その待遇改善というところでは、日本の治安を守る警察ということで、我々としては大切に考えてるんです。でも、どういった理由かは分かりませんが、そこまでね、神奈川県相模原市の南警察署というものが、我々に敵意を感じる、もしくは悪意を感じるんであれば、もうそれはそれで上等だよというところですね。神奈川県警の悪意によって、我々に対して害が及ばされる。それもね、ある程度致し方ないんじゃないかというぐらいの覚悟を持って、この凱旋等々にはね、当たらなきゃいけないのかなと思います。神奈川県相模原市の南警察署、皆さんね、ホームページとか見たらすぐ出てくると思います。そこはどう考えても悪意を感じます。本当に残念です。私の地元ですから。県警とね、市長というのは本来関係ないはずなんですね。何の当然県の職員で、そのただね、本当に不思議なのは、相模原市南区の、警備課の人、公安の人とかも、通常やっぱりこう、担当の人ってできるんですよ。なんとなく。地元ですからね。で、その人たちは、顔を出したりね、会いに来たりよくしてたんです。本村健太郎が市長になるまでは。本村健太郎が市長になった途端、一切、顔を出さない、口も聞かないという状況です。これはどういうことかわからないです、私はね。ものすごいですね、態度が変わったと。それ以来ずっとですね、ひどい目に遭っているんですね、神奈川県本部は。まあもちろん、私が出た選挙の時もですね、私の周りを360度に近いぐらいに取り囲まれてるんですよ、大きな幟で持たれて。私ども一人二人しかいませんから。でもそれをお互い様というのが神奈川県警の、特に南区の警察官ですよ。今回も凱旋をやるということで打ち合わせを、萩山さんが本当に悔しがっていたのは、神奈川県警南署の警察が我々に何と言ったと思いますか。日本第一党がもうちょっとわきまえてくれということを言われたんですね。だってそうでしょうと。向こうが音を出して、こっちが音を出して、お互い同じようなもんでしょうっていうふうに言われたらしいんですよ。だから神奈川県相模原市南警察の警察官は、我々とその妨害勢力と同じようなものだと、はっきりと発言をされたんです。許されることじゃないです、この言葉というのはね。後でお願いですとか何とかとか言っておりましたけども、お願いじゃないんですよ。我々をバカにしてる。心底バカにしてる。それが、神奈川県相模原市南警察署職員全員です。もしくは神奈川県警のごく一部の方を除いた神奈川県警全員かもしれない。ひどい話です。我々が日本の憲法上認められた政治団体であり、日本第一党は真面目に政治活動を行ってるんです。
我々の音にかぶせて我々を妨害しようとするクラックとか反差別ネットワークとかそれと同じものだと言われたんですよね。神奈川県警に関しては本当に皆さんどんどん意見を言わなきゃいけないと思います。正直言ってそういう発言をした警察官は私は即辞職をするべきだと本当に思います。署長もそうです。責任を取らなきゃいけないですよ。その発言に対してこれほど我々をね心の底の底の底からねここまで馬鹿にされるっていうのはね驚きましたね。それでも我々はねこの活動は正当に続けていきたいと思っております。ですから皆さん本当にね神奈川県萩山晴美を応援してあげてほしいんです。本当に皆さんの応援が必要だと思います。これから選挙というものを目指して活動したいと言ってるその彼女がポスティングとか朝立ちしかできないんですよ。だから彼女は今一人で小さな駅頭に立ってやってるんです。一政治活動家がただ駅で話をするということすらできない。そしてその妨害をしている。この間のように一人の女性を3人も4人もで取り囲んで耳元でねすだれっていうのがガンガンやってましたよね。その状況を警察はどっちもどっちと言うんですね。手伝えることっていうのはたくさんあるんです。だから皆さんができることをね神奈川県本部に教えてあげてください。皆さんができること、無理をすることはないんです。朝たちにみんなで交代で行っていただける、車の運転できる方は車もあるんでね、その車でいろんなところで凱旋やるとかポスティングをやるとかですね、市民の人も何かで被害者になった時、加害者が反社会的組織の人ならば泣き寝入りしなければいけないと気づくべきなの。その通りです、なでしこさん。